どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。腕時計好き動画の続編なんですけど、今日は10万円以下でおすすめの腕時計というのをご紹介しようかなと思って、なんかさっきツイッターで、旧ツイッター X でアンケート取ったんですけど、まあ、10万円以下のおすすめを教えてほしいって人が結構多くて、まあ腕時計ってね、その結構そのピンからキリまで、本当にそれこそね、1000円のものから1000万円のもの、まあもっとあるんですけども、今日は10万円以下っていう縛りでちょっと紹介したいなと思ってます。まあぶっちゃけその G-SHOCK スウォッチとかもう皆さん知ってるじゃないですか。だからあのなんか、まあ、ちょうど知らなそうというか、なんかその、まあ、興味のきっかけになりそうなもので選んでます。まあ、いわゆるその腕時計ブランドで縛ってます。つまりそのなんかアパレルブランドも腕時計出してたりするじゃないですか。だから僕も学生時代あのディーゼルの腕時計とかしてたんですけど、そういうのは一旦置いといて、その腕時計ブランドで10万以下で、かつその、まあ、洋服好きな人、こういう系統の服に合わせて欲しいなみたいな3方向ちょっと選びました。一つがあの男らしくて硬派な、まあ、王道パターンで、もう一つがストリートファッションとかそっち系の文脈好きな人におすすめで、もう一つが古着好きとかそのちょっとデニムとかそっち系のファッションにも合いそうみたいな、その3軸でちょっとご紹介したいと思います。まず一つ目なんですけど、硬派で男らしい時計、ちょっとミニタリーウォッチ系のそっちを考えました。で、まあ、ぶっちゃけ10万円以下の腕時計でミニタリーって言ったらもうみんなが想起するやつがあるんですよ。あのカーキフィールドっていう、まあ、カーキフィールドのメカニカルっていう、あのハミルトンっていう会社が出してる超ド名作があるんですけど、それはもうあの100回おすすめされてると思うので、それはもちろんおすすめなんですけど、まあ、ハミルトンより有名じゃないけどすごくいいものがあるので、ちょっとそっちを紹介したいなと思ってます。まあ本当にそのね、あの時計を本当にこれから興味持つっていう人に向けて、もう本当にもう初歩の初歩の話をすると、そもそも腕時計ってまあ戦争とかがきっかけで、まあ、普及したものなんですよね。懐中時計しかない時代にそのまあそれをまあ、腕につけて戦争に行くみたいな、だからあのちゃんと腕用の時計 作ろうぜみたいな、で中でもその実際に戦争にその支給されていた時計として、そのミニタリーウォッチっていう、まあ、カテゴリーがあるんですよね。でその中でまあ、ハミルトンのカーキフィールドメカニカルっていうのはその、まあ、第二次世界大戦で使われたものを、まあ、多分復刻だと思うんですけど、その、まあ、その時代から使われてたデザインの衣装をこう引き継いでるっていうので、まあ、もう本当にザ・ミニタリーウォッチ、しかも10万以下っていうので超まあ、有名なんですけど、今回紹介したいのはマラソンウォッチっていうブランドです。響きがあんまりかっこよくないかもしれないですけど、まあ、マラソンっていう会社なんですけど、どういった時計かっていうと、これは現代、今でもアメリカ軍に支給されている現代におけるミニタリーウォッチです。で、まあ、これに関してちょっと僕持ってるんでちょっと紹介したいなと思うんですけど、ちなみにこれ以外は僕今日紹介する時計持ってないです。欲しいものリストに入ってるやつって感じで、でこいつが今、まあ、いわゆるその モダンウォーというかその現代の戦争で支給されているっていうことなんですが、まあ、いわゆるそのこういうその、まあ、ステンレス製の時計とは違って、こういうプラスチックっぽい見た目の時計なんですけど、これプラスチックではなくファイバーシェルっていうなんか複合素材なんですよね。なんか多分いろいろ混ざってる硬くて軽いっていう素材なんですけど、これだからなんかね質感がめちゃくちゃいいんですよ。いわゆるそのクォーツって呼ばれる電池で動いてる時計なんですよね。なんかそのまあ腕時計好きの悪いとこなんですけど、やっぱりそのメカニカルウォッチの方が、まあ、腕時計好きとしてはちょっと
好きだと思うんですけど、全然そのなんかこれクォーツだけでおすすめな理由があって、まあポイントは実際に今現行で世の中に存在しているミニタリーウォッチっていうところがポイントで、やっぱり今機械式である必要が多分ないんですよね。ポイントとしてはそのミニタリーウォッチなんで、そのいかに大量にいかにコストをかけずに世界中にこう配送っていうかその届けるかっていうのをポイントにしていて、そこまで設計されてるんですよね。機械式とかだとその箱にバーって詰め込んで、なんか空輸とかでどっかんどっかん運んだら壊れちゃうかもしれないじゃないですか。なんかそういうのも含めて現代におけるミニタリーウォッチとしてそのクォーツが採用されてるっていうのもポイント高いな、まあ、っていう。うんちくは、まあ、置いといたとしても硬派でかっこいいんですよね。このいわゆるそのこの NATO ストラップっていうその軍用に使われるストラップがついていて、まあ、ちなみになんですけど、これ多分クォーツが出た後に今これの自動巻きメカニカルのやつも売ってます。でもそれだと多分10万超えちゃうし、プラスなんかこれに関してはそのやっぱりさっき話したストーリーが大事だと思ってて、実際にそのクォーツがそういう理由で採用されてるってところで、まあ僕はクォーツの方がいいなと思ってこっちを持ってます。ちなみにこの時計は僕が描いてる左引きのエレンっていう漫画で、その主人公がつけてる時計でもあります。今最新話付近で、今度ね最新刊が出るんですけど、そこでつけてるシーン出てくるんで、よかったら漫画も読んでください。じゃあ2つ目です、ストリートファッション好きな人にぜひおすすめしたい腕時計、スタジオアンダードッグというブランド、聞いたことあるでしょうか。超欲しい時計なんですけど、これもちょっと為替の影響であれだけど、多分まだ10万以下です。9万台。パッと見めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。で、よく見ると、スイカのデザインなんですよ。スイカ。ウォーターメロン。ウォーターメロンの時計で、これなんじゃこれみたいな。まあ、スウォッチみたいだね、みたいな。多分そういう印象だと思うんですけど、まあ、これもまたストーリーが僕好きで、コロナ禍に生まれた、本当に近年生まれたブランドなんです。もともとその確かね、そのデザイナー、まあ、その代表の若者なんですけど、多分僕より全然年下の若者がもともとブラウンかな、ブラウンだったと思うんですけど、多分そういう大手 その家電メーカーのデザイナーをされていて、まあその大手だからなかなかその、まあ、画が出せないというか、結構そのコンサバティブなデザインばっかやっていて、でなんか悶々としてたらしいんですよ。でなんかその時になんかそのコロナ禍とかも相まって典型を得て急に時計を作り始めたみたいな、なんかそういうストーリーらしくて、勝手にファンなんでいろいろ自分重ねちゃって、そのなんか会社員時代になんかもっと面白いことやりたかったのになみたいな、悶々としてる時に漫画描き始めたっていう、なんかちょっと自分の状況とも重なって、なんかすごいまずストーリーで好きになった。しかもスタジオアンダードッグっていうその負け犬っていうネーミングセンス、まあ、これは機械式の時計で、そのちゃんとしたって言ったら変だけど、そのまあ安価なりにその評判のいいその、まあ、ムーブメントを使ってるって、まあ時計好き的にはそういう評価なんですけど、まあでその全体的なそのデザインのセンスとか文字盤のクオリティとか、その まるっと評価した時に、これはもうめちゃくちゃコスパいいぞって思う時計なんですけど、そのデザインの選び方とかもすごいセンスが良くて、まず最初に作った時計がスイカってすごくないですか。いきなりスイカから入って、でその後チョコミントとか、なんか自分が好きなナイキのスニーカーの配色だったりとか、なんか自分のなんか好きなものをこうストーリーとして落とし込んでいて、デザインに反映させてるっていうのがなんかいいなと思って、で中でも僕が一番欲しい時計がピザパーティーっていうシリーズなんですけど、ピザの文字盤なんだが、これ何かっていうと、最初エイプリルフールで出したんですよ。スタジオアンダードッグのインスタグラムでそのエイプリルフールにピザ文字盤出して、嘘だよみたいな、エイプリルフールヤッホーみたいな感じで出るんですけど、それがねめちゃくちゃ評判良くて、どこで買えるんだみたいな感じで大騒ぎになっちゃったらしいんですよね。
て、その後にあの実際に半年後か1年後ぐらいにその作ったっていう、まあ、そういうストーリーがあって、で、まあ、近年今年の、 あのなんか世界中の時計で優れたものを決めようみたいな、そういう、まあ、由緒正しいあの時計の祭典があるんですけど、それであの、まあ、いきなりニュースあの入選したりとか、で結構ストリートっぽいなと思ったのは、そのデザインのなんかそのビビッドさとかももちろんなんですけど、なんかその要は賞を取った後、まあ、世界中でバズった後に、まあ、中国製のねとあるブランドがその中国で、まあ、めちゃくちゃパクってその出したんですって。でそれを見て普通怒るじゃないですか、自分もパクられるぐらいになったかっつって、あのめちゃくちゃ喜んで、その中国版の時計のパロディをまた自分でやるっていうか、パクリ返すっていうのをやったんですよ。これなんかめちゃくちゃグラフィティっぽいというか、なんかやられたらやり返すっていうか、そのアートで返すっていう、表現で返すっていうのがすげえかっこいいなと思ったブランドです。で、まあこんだけおすすめしといてあれなんですけど、その、まあ、自分が持ってない理由にもつながるんですが、日本で販売してないんですよ結局。だからそのね、通販とかになっちゃうんですけど、まあ需要と供給というか、その買いにくさとかがその多分いろいろ乗っかってちょっとプレネについちゃってるんですけど、なんかそれで買うのもなみたいな感じあるじゃないですか。だからちょっと日本に上陸するのずっと待ってるんですけど、なかなか多分イギリスに行けば買えるんですけど、まあ、上陸を待ち望んでるブランドです。じゃあ3つ目です。3つ目は、まあ、古着にベストマッチって感じの時計ですね。古着好きとか、まあ、デニムとか、なんかそういう、まあ、古着ミックスみたいな、なんかそういうおしゃれさんにぜひつけてほしいなという、時計です。バーグウォッチという、あのこれはね日本のブランドなんですけど、その 1LDK とかで取り扱ってるんで、見たことある人はもしかしたら見たことあるかもしれないですけど、いわゆるそのアンティークウォッチであるんですよ。あの、まあ、アンティーク、まあ、ヴィンテージ、あの、まあまあ、まあ、アンティークからヴィンテージぐらいの範囲で、昔の時計って その、まあ、それはそれでまたマニアがいるんですよ。マニアはいるんだけど、やっぱり昔の時計ってで中でもその人気が集中している希少で人気がある時計とかって、まあ、本当に信じられない値段ついたりするんで、まあ買えないし、もし買ったとしても普段使いできないじゃないですか。そこで、あの、まあ、生まれたのがこのバーグウォッチっていうブランドなんですけど、何かっていうと、そのアンティークウォッチの、そのデザインの意匠を、まあ、再現するっていう、まあ、ちょっとね、多分本当に時計知らない人が見ると、そのただのかっこいい時計だと思うんですけど、いわゆるそのアンティークウォッチマニアとかが見ると、まあ、いわゆるその 元がそのすぐ分かるんですよね、そのオマージュ元が。で、まあ、例えばその僕が持ってるもので言うと、そのこれはね、もう69年の大昔のサブマリーナなんですけど、例えばその具体的に言うと、まあこれとかはさ、その逆にあの文字盤とか、このベゼルっていうその周りの黒い部分が綺麗な状態で残ってるんですけど、あ、だからアンティークウォッチって、そのいわゆるそのデニムの色落ちみたいな感じで、結構色が抜けてるやつとか、逆にその日焼けみたいな感じで、あの、まあ、ちょっと色がついてるものとか、そういうものがあって、で、あの時計好きはそういうのがまあたまらないみたいな、デニム好きがなんかあのデニムのヒゲを見て、いいヒゲだねみたいな、なんかそういう世界があるんですけど、それを現代 その手法で再現してると。例えばこのサブマリーナだったら、あのベゼルがね、こう退色した、あの黒だったものが灰色っぽく退色しているものとか、まあ、実際にそのアンティークウォッチで存在してめちゃくちゃかっこいいんですけど、なんか僕もそれ見つけたことあって、そのもうどんだけ買おうかと悩んだんですけど、まあ、それとかを、まあ、仮にじゃあ買ったとしても、まあ日常使いでガンガン使えるかっつったら、ちょっとやっぱ躊躇しちゃう。で、その点、あのバーグウォッチはそのちゃんと機械式の時計で、そのクオリティは高いんだが、あの本当にこれもアンダー10万めちゃくちゃ安いので、その、あ、時計にしたら、ね、時計にしたらめちゃくちゃ安いので、エクスプローラーのロレックスのエクスプローラーの昔の文字盤のようなその方向性のデザインだと思うんですけど、これとかもその実際にそのブラウンチェンジって言って、その、あ、違うか、あのトロピカルか、トロピカルかっていう、まあまあ、なんかトロピカル、まあこれ一応、まあ、若干
若干トロピカル、トロピカってるんですけど、このこれはあの本当の本当の天然トロピカルで、その60年代ぐらいの時計のチューダーなんですけど、こういう感じでその昔の文字盤って日焼けによってちょっと茶色く変色したりするんですよね。でそれを衣装として、そのデザインの衣装として、そのまああえて落とし込んでるっていう、その目の付けどころがいいなと思って、そのまあ本当にそのヴィンテージウォッチ、アンティークウォッチへのリスペクトから生まれたブランドだと思ってるんで、まあ、すごく魅力的だなと思います。で、まあ、注意点じゃないけど、そのバーグウォッチさんってその本当にいろんな種類の時計出してるんで、あのクォーツのものとメカニカルのものがあの混在してるんですよね。だからどっちも扱ってるんですよね。で、まあ、値段見りゃ大体わかるんですけど、まあ、3万、4万ぐらいのやつがクォーツのタイプだと思えば多分大体合ってて、まあまあ多分時計そこまで興味なかったらどっちでもいいと思うんですけど、その一応あのクォーツもあるので、結構そのコラボレーションもあのよくやられてるんで、そのスヌーピーのコラボ、まあ、これはもう完全にもう売り切れちゃってるんで買えないと思うんですけど、なんかこういうのとか、あと普通にあのアパレルブランドとコラボしたりとか、本当になんかスタイルによったブランドだなと思って、そのやっぱりそのなんか本当にその時計の沼にどっぷり使っちゃってる人からすると、まあっていうか元ネタが欲しいみたいな感じになると思うんですけど、実際のそのエクスプローラーのトロピカルダイヤルを探してるんだみたいな、でそういう人からするともしかしたらかえってその代わりにはなりにくいかもしれないけど、あのそういう文脈をあの日常使いできるっていう風に、まあ、使ってるブランドっていう風にそのスタイルを取り入れてもらえるとなんか、まあ、ハマるかなと思ってます。僕はその、まあ、どっちの気持ちも分かるんですけど、こいつがね、そのねめちゃくちゃ気に入ってるし、もうあの大好きなんですけど、あのやっぱり日常使いはできないですよね。これをつけてなんか海とか絶対行けないし、あのこの方向でその、まあ、デゼル退職してっていうサブマリーナはちょっと1本欲しいなとかという感じで、今日は、アンダー10万円、まあ、腕時計の中では比較的手に取りやすい価格帯でおすすめ3選ということでお送りしました。初めての時計にももちろんおすすめですし、なんかもう時計大好きでいっぱい持ってるっていう人が、まあ、遊びで買い足すっていうのにもふさわしい3本だったんじゃないかなと思っております。そんな感じで、まあ、このチャンネルでは基本的にあの左引きのエレンっていう私の漫画作品とか漫画家としての活動もやっていくんですけども、まあ、私の趣味の話もたまにあると、まあ、あの漫画の方もね、いろいろ皆さんにお伝えしたいいろんなプロジェクトを今進行中なので、まあ、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどをして YouTube も応援していただけると幸いです。じゃあありがとうございました。